明日1月7日を前に、姫路市では園児たちが1年の無病息災を願い、一足先に七草がゆを味わいました。1月7日にセリやスズナ、ハコベラなど春の七草が入ったおかゆを食べると1年間健康に過ごせると言われています。姫路市の初者認定こども園では今日、5歳の園児およそ40人が先生から春の七草の種類や効用について教わり、畑でセリなどを収穫しました。できるから、おお、取れた。手伝って誰か。その後、園児たちは食材を切るなど七草がゆ作りに挑戦。お待ちかねのおかゆが出来上がると、出来たてを美味しそうに頬張っていました。めっちゃ美味しい。美味しい。お野菜の味だ。美味しい。お正月の間さ、美味しいもん食べた？食べた。お腹いっぱいになった？七草食べてちょっとお腹休まりそうかな。逆にいっぱい食べてもたか。園児たちは七草がゆを味わいながら、日本の伝統行事について学んでいました。